い、それでは情報アクセス評価方法の2回目と題しまして、名古屋芸術科学大学の角張流星が説明させていただきます。まあ、今日の内容はこの2つの、まあ、逆数順位と、まあ、ブルーについて説明します。まずウェブ検索の検索意図はこちらの3つがありまして、まあ、最初に誘導型といって、まあ、特定のサイトを訪れたいという意図であったり、まあ、2つ目の情報収集型といって、まあ、1つ以上のウェブに書かれていると思われる、まあ、情報を収集したいという意図、あと3つ目にあるように、まあ、取引型といって、まあ、ウェブを仲介したアクション、まあ、ウェブを使って何かしたいといった時にしたいという、まあ、そういうものがあって、まあ、例えば、まあ、飲食店の、まあ、予約であるものが、まあ、取引型に当たります。で、逆数順位なんですけども、まあ、特定のサイトを訪れたいであったり、欲しい文章を一つ見つけたいというような誘導型の検索意図に適した評価指標です。まあ、逆数順位の定義はこちらに示してあるんですけども、まあ、ユーザーが検索した結果の中の、まあ、ユーザーが欲しい、まあ、適合している文章の最上位のランクを R1 として、まあ、その時にまあ適合した文章をまあ結果の中に含んでいない場合は、まあ、R1 を無限大とします。まあ、この時の、まあ、RR では、まあ、R1 分の1が、まあ、この逆数順位となります。まあ、特に、まあ、その適合した文章をまあ含まない場合は R1 が無限大となっているので、まあ、逆数順位は0になります。次にテキストを対象とした情報アクセス評価指標の、まあ、機械翻訳の自動評価指標のブルーについて説明します。機械翻訳の自動評価では、まあ、人手による、まあ、複数の正解データ、まあ、参照訳を与える必要があります。まあ、この理由としては、まあ、翻訳の仕方は一通りではなくて、まあ、いろいろな翻訳のされ方があるためです。まあ、例としてまず参照訳をこちらの2つとして、まあ、機械翻訳から出てきた、まあ、機械翻訳の結果がこちらの文章になります。まあ、その時に、まあ、機械翻訳の結果の、まあ、全ユニグラムはこちらに示す通りになって、で、まあ、例えば技はこちらの出てきた結果の中には2回出てくるので、まあ、その頻度を表す時にはこのように表しています。はい。まあ、先ほどの、翻訳した結果と対応する、まあ、参照訳、まあ、正解データの先ほどの、まあ、こちらになるんですけども、はい、まあ、こちらの参照データの中にも、まあ、座が2つあって、まあ、2つ目のものや座が1つということで、まあ、このように表すことができます。そして、まあ、機械翻訳の、まあ、結果、まあ、その機械翻訳は、まあ、たくさんの文章かなっていうので、まあ、その各文を S とすると、まあ、その時の S を評価するためには、まあ、その参照訳、まあ、対応する参照訳、まあ、正解の文との、まあ、近さというものを考えます。まあ、その近さの手がかりとして、まあ、正解訳と、まあ、その機械翻訳の結果の両方に含まれる、まあ、座のような、まあ、ユニグラム、例えば、まあ、座に注目してるんですけども、まあ、そのようなユニグラムの頻度について比較します。まあ、例えば、まあ、機械翻訳の結果に、まあ、座が10回出てきて、で、まあ、1つ目の参照訳にはまあ2回、2つ目には1回しか出てこないのに、まあ、その機械翻訳の結果で10回出てきたからといって、まあ、10回分の報酬を与えるのは、まあ、ナンセンスで、まあ、したがって、まあ、まあ、正解訳と、まあ、機械翻訳のともに含む、まあ、ユニグラム、まあ、E として、まあ、その時の、まあ、頻度、まあ、その時の、まあ、1度っていうものを求めます。まあ、それはこちらの式で求められるんですが、まあ、機械翻訳の結果、まあ、10回出てきても、まあ、正解訳では2回しか出てこないといった場合には、まあ、その報酬は2回というような形になります。
まあ、同様にバイクライムについても、まあ、考えていって、まあ、このように世界データのバイグラムを、機械翻訳の結果のバイグラムを取ると、まあ、このようになって、まあ、先ほど一つ区切りよりも、まあ、一つ区切りではそのあるかないかっていうだけだったんですけども、次はその前後の関係性から、まあ、あるかないかっていうものを判断できて、まあ、正解訳のどれにもそのマットイズというものは存在しないっていうことが分かり、まあ、ユニグラムよりもバイグラムの方が、まあ、より細かい評価、まあ、細かく、まあ、一致しているか一致してないかっていうものを確認することができます。まあ、よって、まあ、N グラムではよりどんどん細かい評価ができるということになります。まあ、機械翻訳の結果全体、まあ、その文章の、まあ、集合を評価する場合、まあ、N グラムの、まあ、刈り込み頻度に基づき指標を考えます。まあ、それがこちらの式になっています。まあ、こちらの式はまあ、その精度の式に、まあ、N グラムの各 N グラムの頻度を導入したものに相当しています。まあ、ブルーではその、まあ、N を1から4についてまあそれぞれまあ求めて、まあ、こちらの式のように求めることができます。まあ、これはまあ頻度の、精度に、まあ、二等使用のため、まあ、機関翻訳の結果に含まれるノイズに対して、まあ、ペナルティを与えることができます。まあ、そのペナルティを与えるその基準としてしましては、まあ、機械翻訳の結果が、まあ、1つ目の、正解訳と全て一致した場合、そう、2つ目の正解訳に、まあ、存在するまでやがその機械翻訳で出てきた結果に含まないからといって、まあ、そのペナルティを与えるっていうことは不適切なので、そのエネグラムの再現率というものを考える代わりに、まあ、機関翻訳の長さに、機関翻訳の結果の長さに着目しています。まあ、そこで、まあ、機関翻訳の長さが、まあ、正解訳の長さと比較して、まあ、長すぎると判断した場合、短すぎると判断した場合ペナルティを与えて、まあ、長すぎると判断した場合は先ほどの式によって、まあ、ペナルティが与えられるというふうになっています。機関翻訳の結果の中の各文に対して、まあ、それぞれ対応する、まあ、正解の、まあ、文章があるんですけども、まあ、その対応する文章のうち、まあ、最も、まあ、機関翻訳の出した結果に近い、まあ、長さが近いものを選択します。まあ、その時の正解の文章の長さを、まあ、最適マッチ長といって、まあ、こちらに、まあ、BML のように表します。そして、まあ、機械翻訳、まあ、全体で見たときに、まあ、それぞれの和を取ると、まあ、SBML といってこちらの式で、まあ、表すことができて、まあ、SBML は、まあ、機械翻訳の結果の、まあ、理想的な長さに相当しています。まあ、一方その理想的な長さとは別にその、まあ、機械翻訳実際に出てきた機械翻訳のまあ、長さというものは SYSL で、まあ、このように、まあ、普通に長さを取っているだけなんですけども、まあ、これら、まあ、先ほどの、SBML と、まあ、SYSL を使って、まあ、簡易、ブルーの簡易ペナルティというものを求めることができて、まあ、こちらの式にあれですようになっていて、まあ、その実際の長さと、まあ、理想的な長さからこちらを求めることができます。で、まあ、実際の長さが、まあ、理想的な長さより短い場合には、まあ、この簡易ペナルティが、まあ、0から1の間の値になって、まあ、ペナルティが課せられるというふうな仕組みになっています。まあ、以上から、まあ、ブルーはこちらの、まあ、先ほどの簡易ペナルティと次の精度を掛け合わせたものになっていて、まあ、結果として、まあ、ブルーのまとめとしては、まあ、基本的に頻度を考慮した N グラムに基づく、まあ、精度というものの指標となっていて、まあ、機関翻訳全体としてまあ短すぎると判断した場合には、まあ、ペナルティを課すような指標になっています。
まあ、今回参考にした文献はこちらの、まあ3章4章を参考にしました。はい、以上で終わります。